はい、こんにちは、ひまじん27号です。多分ね、声の感じがいつもと違うと思うんですけれども、ですね、ヘッドセットをですね、購入いたしまして、いつもはね、スタンドマイクっていうんですかで、声の方をですね、入れてるんですけれどもちょっとね、ヘッドセットを購入しました。PS4 でもね、ボイスチャットしながら、やることが多いので、それも含めて買っちゃおうかなと思って買いましたね。はい、で、今回の動画なんですけれども、機体の性能に頼ってるというね、コメントをいただきまして、確かにね、そうなのかもしれない。機体の性能に頼りすぎてると思うところがあったので、今回はですね、アビリティなしの機体だけで、編成を組みまして、ノラをやっていこうかなと思います。アビリティなしの機体がそんなにないんですけれども、ゴーレム、ビッチャは、ボアは入れたいですね。あと残り3枠はそれかな。ゴーレム、ボア、あとビッチャと、ゴーレムですね、入れていきます。で、ヘッドセットのね、設定を一応ね、ちゃんとやって、試しに録画して録音して聞いたんですけれども、もしかしたら、ゲーム音が大きかったりとか、音声が大きかったりとか、滑舌が悪いとか、そういうのがありましたら、コメントの方にね、よろしくお願いいたします。あとなんだっけ、ゴーレムだっけかな、この画面酔いそうですね。はい、とりあえずこんな感じになった。パッド、ボア、ピッチャー、ゴーレム、ナターシャじゃなくて、デストリアさんの方がビーコン取りに行けると思うんですが、右の3人4人でビーコン頑張っていきたいなと思います。そして装備ですね。ですね、本当はこれね、アビリティなし機体縛りをやるときにですね、いっそのこと銀じゃなくて金と、ワークポイントの武器もなしでやってみようかなと思ったんですけども、全然ね、うまくいかなかったので、オルカンと、タラマグは入れちゃいます。さすがに銀のみはね、きつかったですね。イモっちゃうんですよね、前に出れない。だからやっていきます。で、マグパトですね。マグパト、スパットンでもいいんですけど、本当に持っちゃうので、パニパト、ピンパトにしようかな、どうしようかな。マグパトかピンパトか、どうせやられるんなら前に出てやられた方が印象はいいですしね。ちょっとうまくやって、そっか、でも芋っちゃ意味ないか、性能に頼らずにね、やるんだったら。で、問題はナタですね。ナタどうしようかなって思ったんですけど、どうしようかな。サンダーはもうないんですよね。遠距離になっちゃうんで、トライデントかな、トラナタで、こっちはスパイラルかピンか、ピンかな。はい、という感じでやっていきましょう。こんな感じですね。機体の性能に頼らない編成ですね。アビリティがないので、しっかり立ち回り、1対1作らない状況でやっていきます。あとはステージですね。一番嫌なとこが出てきてしまいました。農場ですスポン地点にもよるんですけど、ここか。ここはね嫌いですね。さあ、やっていきましょう。よろしくお願いいたします。スパットン、違う、あれはエイフィードパットンか。 Z チーム、ブラック、なんだろうマジックかな。
さあ敵はどうでしょう。敵も、ノラですね。よかった。で元暇人クランメンバー、今留学中なのかな、ちょっと忘れちゃったんですけども、ルーンさんがね、農場とても強いですね。ガレスでいきなりこう僕のビーコン通りに行ってっていう立ち回りをしてますね。あーゴーレムさんじゃなくてグリフィンさんに任せて私はこっち通りましょうか。相手に芋はいないです。まあ、ボアは結構1対1強いと思ってるので、行っちゃいます。まあ、後ろにエイフィードパッドいるんでね、無心さんどうにかできるかなと思います。スパットンが落とされちゃうのは辛いな。着地を狙うか。おお、当たらんか。いやートライエント久々に使いますが強いですね。谷さんエイフィド、いや相手が結構とっつってくる、怖い。でも楽しい。ゲームは相変わらず。マグパッドですね。ピントラナタ意外と使いやすいかな。どうだろうか、微妙かな。まあピンの距離になっちゃうんでトラピングリなんかにやられちゃいそうですけど、まあカーネージよりかはいいんじゃないですかね。ジュンさんはないな。さあマグパト、マグパト盾もないのでね、怖いですけど、どうしようかな。あ、そっか。ブラックマジックさん落とされちゃったな。
か遅いな。起きて。やばい。うわ。あ、5点取りされてる。リスチがやばい。無理かー、厳しいなー。あー全然あー残念、ちょっと厳しかったですな。まあ、B コア取ったし、まあ、農場だったんでねっていう言い訳をさせてください。もう一回ぐらい行こうかな。ちょっとノイズが入ってるかな。お、デッドシティですね。いいですね。何で行こうかな。ビチャさんで行こうかな。さっき使ってない機体使っていきましょうかね。うわ頼もしい、頼もしい、すごい頼もしい方がいっぱいだ。エイフィドゲバが3いましたね。でストもいましたしね。ここは出としては相変わらず左から攻めます。左から攻めも大好きです。じゃなくなんだっけ、風神さんですね。右側取られてますね。ピナップトラッピングリか。味方が敵は何だろう。あれグリ間違いはないですけど、何グリ、トレビが見てる、見てーけどカンストじゃなさそうなんで行きます。肩の攻撃式が低いか。昨日ね、昨日って言ってもあれか、投稿日がいつねか分からないからあれですけど、まあ暇人紅白戦をやったんですよ。その時にね、まあお互いねビーコンがねすごい、まあ、まずね遠距離系の編成がいなかったんで
なっちゃうのかな。すごいビーコンの取り合いで楽しかった。っていう話です。全然ちょっと待ってね、集中してるんで全然ダメだ。左からいきます。AGS さんが、ね、AGS さんと一緒に左と同じですね。おお、めっちゃ一人で行っちゃダメだ。何するか。パトはね、使いづらいですね。難しい。今回は勝ったかな。行かないけど、出してくるかな。出してきた。あー、終わっちゃった。スコアチャンスだったんですけどね。さあどうでしょうか。おー、60万超えてきた。やった、10金ゲットです。やりました。どうでしょう、性能に頼らない編成で中待ち結構頑張ったんじゃないですかね。右3人で60万か、頑張ったかな。いやいや頑張りました。はい、というわけで、編成に頼らない、編成に頼らないじゃないや、性能に頼らないだ、もうやだな、性能に頼らない編成ですね、やっていきました。アビリティなし結構きついですけどもね、まあ味方とうまく連携を取ればね、いけると思います。結構ね、あのオル、タラマググリなんかとね、あの終盤右左側、うまくいったんじゃない。思います。はい、というわけで、性能に頼らない編成ですね。これ
で終了です。ご視聴ありがとうございました。では。